高校に上がって友達できたのか。おい大丈夫か。いるよ。今までも普通にいたし、みんな部活やってるから時間が合わないんだよ。そっかそっか。作画も本当に神。この前の大会でさ、監督鑑賞、素敵だね、会話、ここからやろうか。これじゃみんなと話し合うわけない。うわっ、ちょっ、一応平気。ごめんね。五条くん。なんかついてるよ。これは平気なやつなんで。ならいいけど。森。ありのままの自分を受け入れてもらえる世界はきっと生きやすいんだろうな。